ヒラの仕キング、リンチェプリンス、5周年で海外進出計画発表発表。ダンス実力と成功に期待、アンチの声は根拠欠如。ジャニーズグループ、キング、リンチェプリンス、デビュー5周年が迫り、ヒラの仕が新たなスタートを切る中、彼の海外進出に注目が集まっているアーテイル。しかし、その一方でアンチからは会議的な声も上がっている。 本校では、平野仕用の今後の展望とアンチの声に対する考察を行う。平野仕用の海外進出計画。5月23日、キング、リンチェプリンス、二人組としての新たなスタートを切る中、平野仕用の海外進出計画が浮上したた。彼は事務所との対立を経て、海外資本の事務所と契約し、アメリカを拠点に活動する意向を示している。 これにはダンスに特化し、アメリカの舞台での活動に注力する姿勢が垣間見える。業界関係者によれば、平野のダンススキルは幼少期からの練習と努力の賜物であり、プロのダンサーや振付師たちからも高い評価を受けている。特に、メルヴィン・ティム・ティムやリー・ハタノッど世界的なダンサーとの交流や共演があり、その実力は国際的にも認められているとのことだ。 アンチの声とその根拠。一方で、アンチからはヒヤや,やかな声も聞こえている。その中には、ダンスの実力に対する否定的な意見や、過去のジャニーズの成果害問題に関連する声もある。これに対して、芸能記者たちはアンチの主張に、会議的なスタンスをとっている。お遊戯会として扱うアンチたちに、対し、実際にはキング、リンチェプリンス、ラビス、 トラビスジャパン、国際的なステージで成功を収めている現実が示されているアーテイル。彼らの才能はダンスだけでなく、アメリカスゴットタレントでスタンディングオベーションを受けたこともあり、単なるお遊戯ではないことが明らかだ。また、アンチたちが性加害問題を根拠にする場合、芸能記者たちはその論点がすり替えられている可能性を指摘している。 平野たちが加害者であるかどうかは明らかでなく、アンチたちの主張は単なる憶測に過ぎないとの見解が示されている。アンチの主張の根拠の欠如。週刊記者は平野たちは性犯罪者だからうちの国では出さない。という主張が事実ではないことを指摘している。 彼らが性被害者である可能性も考慮しつつも、アンチたちが持つ主張は根拠を書いており、事実を無視した攻撃的な姿勢であると断じている。性加害に関する問題は重大であり、その軽視や利用は誤解用に兼ねない。アンチたちがこれをポリコレ棒に利用することは卑劣であり、世間の性被害者や支援者たちにとっては不快で冒涜的なものであると言える。 ヒラの仕様の可能性とアンチの冷やや悲し線。ヒラの仕様の海外進出計画には期待と会議が入り混じっている。一方で彼のダンススキルやグループの国際的な成功は明らかであり、その才能が海外で評価される可能性は高いと言える。しかし、アンチたちの冷やや悲し線は彼を取り巻く問題やジャニーズグループの過去のトラブルに根ざしているようだ。 平野の仕様は今後、自らの実力と努力で成功を収めることができるかどうかが問われる時期に差し掛かっている。アンチの声に影響されず、真摯に自らの道を歩む姿勢が彼のファンや支持者にとっては重要な要素となるだろう。